あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。よし、なんかあれやね、みんなそれぞれさ、おる場所が日によって違うんかな、もしかして。おっと、お、屋根の上にも猫おるやん。てか今ここになんか人おった気が。私あなた様のことが心配で、お申し訳ありません。誰、どこ、何。ねえ、今なんかたまたまさ、建物の影に見つけたけど誰今の。まあいいや、とりあえず次のダンジョンへ行こう。前回ね、火山エリアが終わって、今回また別のに行けるはずやけん、マネビトを連れて出発するか。おう、出発します。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨー、イーナンアゴマサリトヒヨー、キエーイ。なんか確か次のエリアまでしか出てなかった気がするけど、ここをクリアしたら出てくるんかな。よし、じゃあ出発。あれ、へい、ほら、次は氷雪エリアね。ここまでしか出てないんよ。お、アイテムはファイアグローブ、なんか新しいね。手に入る材料ふわふわしたけど、スノークリスタル、オッケー。ってことで氷結の大地へ。どうだろう、見た目的には水使い、まあ氷じゃないけど、とりあえず見た目的にこれでいこう。氷結の大地1。おーし、でとりあえずまずはトーテムで担いで動いていけばいいか。ん、これは、これ普通にいけるん。あ、いけるじゃん。あ、なるほど、氷か、氷か、滑るね。宝箱を開けた、ゴルピーゲット。ん、これは敵かな。へい、おお、あれ、これなんかハートが氷の中入っとんやけど。 RP もほら、てかあの上に宝箱あるね。ちょっと来てくれ、動きづらいぜ。よいしょ。んーで、あれ違う違う、宝箱。ん、アユナがハートゲット。なんか無駄なことをしてしまった。私別に今さ、ハート全部あるんだよね。ほらまた、ほらまた。まあ別にここでいくらね、あったところで。よいしょ。うわー、待って待って、これは、待って、怖い。これ下手に攻撃せん方がいい。いやー、ねえ、下手に攻撃せん方がいいんじゃない？怖っ。いや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 、滑ってこないでくれ。ちょっと待って、じゃあさ、こう、滑りながら避けながら行った方が、うわ、怖っ。どこに行くのこれ。ちょっと待って待って。あの、アイテムは一体どこに？アイテムどこ？だってこの宝箱じゃなかったし、あの宝箱でもなかったってことよね。それって一体、出れねえ。あ、降りれるんやね。降りて、降りたはいいよ。あのね、アイテムが見つからないんだが。あ、びっくりした。なんかと思った。マネビとか。怖い子。上。待ってよ。こんなとこで減ってる場合。あ、ここ。ここじゃん。みんな、みんな、たどり着いておいで。いえー。ぶつかるぶつかる。恐ろしい。よし。んで、青も、こっから飛び降りれば早いかな。こんなところにあったのが、氷に囲まれてわかんなかったわ。へい。で、もう一人も。あれ？一人は上がれないけど。おい、ファイアグローブを手に入れた。 Y で火の玉を発射、長押しで火の盾にもなるぞ。
おお、すげえかっこいいな。ふんふん。で、もう一人は、何これ、なんか中にあるけど、とりあえずこれで、おお、かっこいい、溶かせる。あ、敵も溶かせる、すげえ。はい、オッケー。お、あっこにトライフォースがないけど、なんかこの中にあるよね。お、食材か、なるほど。この宝箱はルピーかーい。20ルピーゲット。とりあえずちょっと回復してこ。ここハートいっぱいあるけんさね。ハートいっぱいあるけん、ちょっと、ん、上に乗った、乗ってないよね。ちょっと2人を上に上げといて、私は下でちょっと回復を。へい。ああ、やめてよ、回復したばっかのハートがなくなったじゃないか。よし。んで、これ。あ、びっくりした。よかった、ギリギリ。よし、これでハート全回復したから。そういえばなんか炎の盾とか言いよった。これ?炎の盾。あ、すごいね。でもじわじわなくなっていく。よーし、これで。行こう。ほい。ほい、氷結の大地に。あ、ここにも食材ある。え、これは、あれじゃない?トゲトゲ。ちょっと離れた場所にも撃てるけんいいよね。これ、びっくりした。跳ね返ってきたよ。まあ、当たってないけど。んで、あれは?別に何もならないのか。止まってから進むしかないってことかな、これは。ちょっと、通れないじゃないか。ほいっと。これで、あ、マジでそこ壁だと思ってた、勝手に。穴だったのか。あ、ってことはこっからさ、攻撃できるんじゃない、もし敵だとしたら。あ、なるほどね。敵だったのか。ほい。ここでハート補給してからの、スイッチがある、スイッチが。ってことで、二人もおいで。てってって。よし。ん、降りたよ。あ、ん、これはどうすればいいんだろう。あ、あの中になんか、あれ?ちょっと待って。あの、角度が変えられないからさ、何をどうしたらいいかがよくわからないんだけど。あ、向こう側が開いとるってことなんかな、こっち。で、お、行った行った。これで、さあ、みんなで進もうじゃないか。びっくりした。はあ、届かねえ。まあいいや。ゴルピーゲット。あれ、ゴルピーゲットはいいんやけど。あれ、ここからどこへ行けばいいんだ、この上。あれは倒さんといかんのかな、もしかして。もし、あ、さっきみたいにさ、これで、跳ね返り。跳ね返りを利用しての、こんな感じだ。え、あと一匹はどの辺?この辺?へい。やったね。あ、こっちに進めるじゃん。こっちに進む。なんかこのステージハートいっぱい出るね。間違えた。ね。よし、こっち進むよー。おー、びっくりした。あの炎は自分には当たるのかな?にゃーん。よし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 。よしよしとか言いながら全然二つもハート減ってるけど。でも多分この辺。よし。
1個しかなかったけど。でも、おー、またこっから。え、これ剣でも攻撃できる感じ？でも剣じゃやられんのかな。これでおー、え、何あれ、なんか変な草が、草なんかな。この石は割っても何も起こらんのかな。なんかいつも何も出んよね。あ、出たし、ルピー。基本的には何もない感じってことかな。よし。こういうハートが欲しい時に出てくれないんだな。これは？うえい。いや、浮いたけどさ。浮いたけどさ。怖い。これは、え、これはどう、何をどうすればいいのか。ちょ、すごい謎なんだけど。とりあえず、上に渡ったやつがやっつけるしかないよね、これ。普通に考えて。こんな感じで。あー、メーターがない。よし、これで。ね、こうするしかないよね。ことで、ちょっと、はい、おいでー。よし。ほい、これで。着いたー。よし。そして、氷結の大地3。3まで来たのはいいんやけど。ここからは？てか、ハートがだいぶなくなったんだよね。よいしょ。ハートがだいぶなくなったんだけど。え、割れる。割れるよ。ここ。えい。とりあえずこっちまで逃げてきて。待って。足場溶かしちゃった。ちょっとあいつを狙いたいんだ。ほ。ねえ、ちょっとでも安全に過ごしたいので、私。よいしょ。こう、なくしたハートも。ああ、足場が。お、復活。あ、足場復活するのか。なるほどね。ああ、ちょっと、ああ。ハート。もっとハートが欲しかった。このルピーを取りに行くためだけにここを渡っていくのは危険か。ああ。道がわからないからちょっと超危険なんだけど。待って、はあ、落ちたよー、私落ちたよー。ああ、滑る。ああ、2人分のハートが。ちょっと待って、こっちからさ、あいつはやっつけておけないものか。あー、届かねー。ちょっとさ、待って待って待って、マジですか。いやー、ほら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 。あー、よかったー。お、燃やしたところはちゃんと焦げてるんだな。んで、あいつは、あいつはやっつけられないものかい。もうちょっとで届きそうやのにね。くそー。くそーくそー。あー、落ちそう、落ちそう、落ちそう。もうこっから。うおー。あぶねー。あと2つだった。だってもうさ、気合で進むしかないじゃん、こういうの。この先に進んでいくのがものすごく怖いんだが。だってもう確実にさ、体力が。ね。どうするよ。まっすぐ行ける？行けないー。待って、とりあえずさ、一旦一人がさ、様子見に行こうよ。一旦一人が様子見に行って。何？ここはどうすればいいの？
あっこは何をどうすればいいの？2人分のトーテムで進む？違う、3人分だ。あー、落ちるよ、落ちる。しかも足場を溶かそうとした私、怖い。あ、渡れなくなった。ちょちょちょい。おう、でもまあ、ひび割れになってるぐらいなら、ちょっと一旦ね。え、で、これでどうすればいいの？いえー。え、待って、あっこさ、あっこなんか松明に火が灯っとって、で、多分あっこ橋がかかるはずなんやけど、どうやって進んでいけばいいんかな。ちょっと待って、ちょっと身軽な一人で行ってくるから。一人で行って、あー、そこになんか食材があった。多分あっこに火をつけるパターンなはずだけど、今ステージ3でしょ。ステージ3でこの状態で、次ボスがいるわけですよ。これは、あー、危ねー。あー、マジか。次だ、次。はい、あ、最初からか。いやで、こっからちょっと一人で行って、一人で行ってからの、ちょっと、食材に火を、届かない。ギリギリ？いやー、怖い。え、火ついた？今の。見えねえ。でも何も起こってないってことは、多分こっち側にも。あー、ほら。いえ。ちょい待ってね。大丈夫かな。ちょっととりあえずこう。おし、いけた。割れそうだよ、割れそうだよ。怖いよ、怖いよ。はい、橋できたよ。橋できたから、これで、はい、あとはまっすぐ行くだけ。ちょっと待てー。え、そんなのありですか？そんなのありですか？何の奇跡？ちょっといらないんだけど。あー、またこれで、よいしょ、よいしょ。あ、行った、行ったよ。行ったからこいつは先に進む。あー、マジか。でもこの辺ないし、まあ、とりあえず進もう。もうあとここまっすぐ行けばいいだけだから。あー、よかった。今度は落ちなかった。で、この辺、ハート。ハートない？あったー。よーし。お、これで、ハートがパーフェクトにある状態からのボス。氷結の大地4。いやー、でもあれか。ボスのとこに来るまでに、妖精を3匹も使っちゃったのはちょっと痛かったな。ここ滑り降りる。ここもあれじゃない？溶けるパターンの場所だよ。どこに現れるの？あ、氷の上にいないと現れない。あれ？一発でやっつけれる。とりあえずこんな感じ。で。うおー。危ない。え、ちょっと待って、あいつ2段だ。あいつ2段トーテムパターンだよ。じゃあちょっとこっちに切り替えて。はい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 。へい。1匹やっつけた。次あれだ。あいつだ。おう、待て。へい。あとあいつ？え、あと1匹かな。え、現れないんだけど。え、現れないんだけど。あー、いた。おっしゃー。いけたらしい。おー、しかもこの場所だし。マジで。おし、これで。
なんだ、ボスあっさりだった。ステージ3が難しかった、ここ。イエーイ、クリアだー。ってことで、ここは何がもらえるのかなー。ほい、こっち。ふわふわした毛を手に入れた。あ、そっか、そういえば最初に酔ったな。あー、あっちの雪の結晶が欲しかった。氷結の大地クリア。イエーイ。あ、そうそう、落ちた瞬間に写真を撮ったんだ。はい、ということで無事に帰ってきました。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。絶対ゲームオーバーになると思った。